ネズミ教。昔々、ある山の中に一人のおばあさんが住んでいました。おばあさんは大変仏様を大事にしていましたので、毎日毎晩仏壇の前で手を合わせましたが、お経の言葉を知りません。ある時、一人の坊さんがやってきて言いました。道に迷って困っています。どうか一晩泊めてください。ああ、いいですとも。おばあさんは坊さんを親切にもてなしましたが、ふと気がついて言いました。お願いです。どうかお経の言葉を教えてください。ところが、この坊さんは怠け者でお経の言葉を知りませんでした。でも坊さんのくせにお経を知らないとも言えないので、仕方なしに仏壇の前に座ると、何と言おうかと考えました。すると、目の前の壁の穴からネズミが一匹顔を出しました。そこで坊さんは、ネズミが一匹顔を出したと、お経の節をつけて言いました。すると今度は2匹のネズミが穴から顔を出したので、今度は2匹顔を出したと坊さんは言いました。さて、次に何と言おうかなと考えていると、3匹のネズミが穴から顔を出してこちらを見ています。そこで坊さんは、次には三匹顔を出した。大きな声で言うと、三匹のネズミはびっくりして穴から逃げ出しました。そこで、それからみんな逃げ出した。坊さんはそう言って、チーンと鐘を鳴らして言いました。お経はこれでおしまいです。少し変わったお経ですが、大変ありがたいお経です。毎日今のように言えばいいのです。おばあさんはすっかり喜んで、それから毎朝毎晩、ネズミが一匹顔を出した。今度は二匹顔を出した。次には三匹顔を出した。それからみんな逃げ出した。とお経をあげました。ある晩、三人の泥棒がこっそりおばあさんの家に忍び込みました。ちょうどおばあさんが仏壇の前でお経をあげている時でした。あのばあさん何をしているのかな？一人の泥棒がおばあさんの後ろの障子からそーっと顔を出すと、ネズミが一匹顔を出した。おばあさんが大声で言いました。あれ、俺のこと言ってるのかな？何をブツブツ言ってるんだい。もう一人の泥棒が顔を出すと、今度は二匹顔を出した。おばあさんがまた大きな声で言いました。やっぱり俺たちのこと言ってるみたいだぞ。どれどれ。三人目の泥棒が顔を出すと、次には三匹顔を出した。またおばあさんの声がしました。うひー、あのおばあさん、後ろに目がついてるんだ。怖い怖い。三人の泥棒はびっくりして慌てて逃げ出しました。そんなことは知らないおばあさんはまた、それからみんな逃げ出した。と大声で言うと、チーンと鐘を鳴らして仏壇に手を合わせました。おしまい。